はい、タイムセールやってまーす。お安くお買い求めできまーす。いかがでしょうか、タイムセールです。タイムセールですか。あ、こちら惣菜すべて 30% オフになってますんで。30はでかいな。よかった、どうぞ。タイムセールです。これ、あの、数限りあれ。あ、そうですね、今ここにある分だけになりますんで。はい、何個でもいいですか。な、まあ、もちろん何個でもいいですよ。はい、はい、あ、こんなんもおすすめですよ。何すんですか。はい、レンガで顔ドーン。赤こんにゃくです。おっ、冗談冗談、赤こんにゃくです。はい、赤こんにゃくもタイムセールでなってますんで。びっくりした。よかった、どうぞ。こちらどうですか、ほんまに。あの、30% オフなんで、お安くなってますんで。はい。これ、めったにこの、あの、値下がりしないので。え、よかったらどうぞ。さっきの何すか。あ、あの、あ、さっきの赤こんにゃくです。これはあの、タイムセールじゃないです。はい。全然。あの、正規の値段でお買い求めいただくんですが、どうですか、この素材。言わなくて言わなくて。はい。はい。レンガでガモンって何すか。あ、あれはダメでしょ。はい、あ、どうぞどうぞ。どうぞどうぞじゃなくて。はい。何すかあれ。あー、締め切り。すいません。ごめんなさい。接客として。申し訳ございません。はい、何にか、ま、いや、何に申し訳ございません。あの、時間、タイムセールっていうぐらいなので、ちょっと時間の方が決まっておりまして。こっち顔面直で赤こんにゃくやられてるし。申し訳ございません。他の客にもやってますこれ。絶対ダメですから、覚えておいた方がいいですよ。申し訳ございません。申し訳ございません。申し訳ございません。タイムセールというのは普段このちょっとあの高くてちょっとやめとこうかなっていう商品がお安くお買い求めできるという、それがタイムセールでございます。タイムセールになるとたくさんのお客さん、ご来店になられます。その時間を狙って赤レンガ買うドーン。赤こんにゃくです。あ、よかった。そんなことするわけない。いやいや、よかったじゃなくて。するわけない、そんなこと。よかったじゃなくて。僕そんなことするわけない。よかった、赤こんにゃくの方もよかったらお買い求めください。タイムセール。いや、赤こんにゃくをレンガのふりして顔にドーンすることも問題あるんで。本当にそんなことするわけないのね。接客って楽しいですね。ぜひ読んでください。室内でフルマラソンチャレンジ中。室内でフルマラソンチャレンジ中。横切り茶髪です。あ、横切り茶髪が通った。そんなあなたにネタサロンを紹介します。ジャルジャルタワー。